れ、どうも、紅茶ガーデンです。はい、今回なんですが、じゃかじゃーん、ジェックスさんのグラスカスタム600、こちら発売前にサンプルいただいちゃいました。ということでね、こちら早速開封していきたいと思います。まずね、これなんぞやって思う人いると思うんですけども、60センチ水槽用のフィルターですね。何フィルターって言うんだろう、丈夫フィルター、丈夫投げ込みフィルター。とりあえずね、丈夫フィルターっていうと結構存在感があって景観がものすごく損なわれるんですけども、であと外掛けもね、まあ見えるじゃないですか、なんかついてんなみたいな、やっぱ見た目が悪いと。で、投げ込み式だとさらにね、水草水槽とかにそれがポツンと入ってると人工的すぎてめっちゃ浮くんですけども、このですね、もう開けちゃうわ、よいしょ、オープン、わお、まあ、これならね、これ見てみて、これを見てもらえば分かるんですけども、そこまでね、中の景観も上の景観も損なわずにフィルターが入れられるって感じですね。なんといっても丈夫フィルターってこういうね、ガラス水槽対応してるのほぼないじゃないかな。縁があるやつだったら乗せられるけど、こういうタイプのは多分ないんじゃないかな。私はガラス水槽に普通に乗せてますけども、今んとこ水漏れとかはないですけど、公式的には、まあ、水漏れの可能性があるんで使わないでくださいって感じですね。このね、グラスカスタムの公式サイト見てみるとね、ここにね、9月7日出荷開始って書いてあるんですよね。これ上げていいでしょ見つけちゃいました。はい、じゃあ中確認していきます。じゃん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 、おっと、ガシャン、1ガシャン入りました。で、あともう一個なんかありますね。多分これは蓋かな、ガラス蓋なんですよ。オシャンティーガラス蓋、はい、出ました。なんかスモークみたいな、サングラスみたいな感じのガラス蓋に、見て、アクアリスタ、アクアリスタって書いちゃってます。ステッカーかな、ステッカーかなだいたいね、丈夫フィルターっていうとなんか透明のプラスチックの板みたいなのを置くって感じだと思うんですけど、黒のなんか分厚めのガラスって初めてだね。おしゃれです。はい、じゃあ中も見てみます。じゃーん、おー、なんかすげーおしゃれすげーおしゃれだね。へー、ちょっといろいろ入ってるんで出しちゃいます。はい、付属品はこんな感じですね。ライブ放送だとね、いまいちこの透明度とかがよくわからなかったんですけども、ここもね、うっすら透明なんですよ。ほら、ほらほら、これいろいろあれやん、こう私の顔とかも見える、気をつけなきゃ、洗濯物がね、映っちゃうかもしれないんで、モザイクするかもしれないですはい、まずはね、ここよく見る、ピンとくるか、これ、ここにですね、滑り止めがあります。この滑り止めのおかげでこれがつるんつるんってならない感じかな。いい感じにフィットするんじゃないですかね。はい、うん、つるんっていかないです。これはね、ジェックスさんのフィットシリーズでも蓋はね、こういう感じになってますよね。はい、説明書はこんな感じですね。なんかいっぱいあるな。この説明書を見ながらセットしていきます。はい、まずは蓋を外して専用ろ過剤とリングロ剤を取り出した。これはやった。で、一旦この、ろ剤とこのちっちゃいフィルターを洗ってきますで、これはスリムバイオマットみたいです。アクアリスタのなんだね。はい、まずこちらが、電源コードとポンプになります。で、コードの長さは2メートルです。結構ありますね。たまにすごい短い、あ、でも2メートルって、2メートルってこんなもんか、2メートルって短いね
たまにすごい短いのあるけど、ああいうのあると大変ですよね。だー、はい、こういうね細かなパーツが出てきました。仕切り A、 はい、このね穴が開いてるタイプが仕切り A ですね。はい、これを合体、じゃーん、はい、そしたらこれをここにセット、おすんなり入りました。でこれが仕切り B、 これが2つついてます。でこれがディフューザー、これが2つついてました。はい、でこのディフューザーと仕切り B を合体、はい、ちょっと私の服が黒くてこれも黒いからなんか一体化しちゃってますけども、こんな感じで合体させます。で合体したのをこの中にセット、はい、そしたらこちらのリングロ材ですね、これをそのまま入れます。よ、バイオマットも入れていきます。これもぴったしなのかな、ん、ぴったしじゃない、これこうやるんじゃなくて斜めに入れるんだ、へえ。斜めじゃないと入らないもんね。だってこれね、ちゃんと前と後ろがあるんで、これを見ながらやります。はい、でこのブロックスポンジも入れていきます。これ先頭か、先頭、はい、でこちらの侵入防止スポンジを貼り付けます。これで、あ、ちゃんとね両面テープでピロッと、これでお魚さんが入らないように挟まる可能性があるんでしょうね、お魚が。ここにセット、逆側にも侵入スポンジ、侵入スポンジじゃない、侵入禁止スポンジ入れていきます。入れていきますじゃないな、貼っつけていきます。はい、これでお魚さんがはまらないと。であとね、これ何かなと思ったらシリコンなんですね。これもね貼っつけていくみたいです。ここか、あーこれ先に貼ればよかった、しまった。皆さんこのよくわからないのは先に貼りましょう。あ、でも普通に剥がれるわ。これをですねここに貼るみたいです。うん、ちゃんと貼れました。ちょっとずれてね、ちょっとずれたけどいっか。でこれを貼ると、これ2個貼る感じか。まあなんかこの侵入防止スポンジは気になる人は使ってくださいって感じみたいです。一応貼っちゃいました。多分一回設置したらね貼らないと思うんで。はい、そしたらセットできましたので水槽に入れたいと思います。てか意外とね横細いね、いいね。ここにスポンジ、ここになんかうまく入らなかったフィルターとここにリングロ材で、さらにここは、ヒーターがね入れられると。ヒーター入れられるのすごいいいよね。ヒーターもねジェックスのご使用くださいって言ってましたけど、ジェックスだったかな、うちとりあえずセットしていきます。はい、こちらがですね我が家の60センチジェックス水槽でございます。ちょっと変わったことといえばこんな感じで亀がね入ってます。怒ってます、はい、怒ってます。わ、怒ってます。わ、おしっこしたかな、もしかしたらおしっこしたかもしれません。亀さんがいるので亀さんと共存できるかっていうのが大切かな。で、提唱はジェックスさんの爆反石を使用してるんですけども、結構ね水替えしてるけど苔が生えてきましたね。ライトつけすぎなんだろうな。今はねあのエーハイムのフィルターを使ってるんで、ちょっと一旦エーハイムのフィルターどかして設置かな。紫外線ライトも一回どかさないといけないね。よーし、持ってきましたよ。入れます。じゃーん、じゃーん、じゃじゃーん、じゃーん、じゃ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 ん、じゃんじゃん。すげーぴったり、びっくりするぐらいぴったり。そりゃそうだけど、どうどう前から見たら、あーなるほどね。はい、入れてみました。横からはねこんな感じで
部材とかがしっかり見えますね、意外と。ちょっと亀さんの水とは合わない可能性が出てきております。もうちょっとね、水を足しますか。亀さんもあれ、もう一匹亀いるみたいな顔してますね。はい、一旦亀さんの人権を無視して水を入れます。どのくらいまで稼働できるんかな。陸地がね、置ければいいんですけどね。はい、陸地が水没しております。はい、どうやらね、ここの民のところまで水はね、最低必要みたいです。で、マックスはあそこ、マックスはしないかな。だからもしかしたら亀さんいけるかも。最低水位のちょい上ぐらいならいいみたいだからね。はい、そしたらセット完了したのでスイッチを入れていきます。お、水が一気に吸い上げられました。流れてんのかな。音はね、フィルターの音はめちゃめちゃ静かです。中にヒーターを入れてみました。ちゃんとね、ヒーターの線がここに一箇所で、さらにここにもう一箇所あるんで、やりやすいですね。いろいろ改造とかもできそうな感じがします。エーハイムのね、フィルターの電源オフにしてみました。ちゃんとね、水流れてますね。で、今足し水したらちょっと濁ってしまったんですけども、逆に濁ってるから水の流れが確認できますね。ちゃんとね、水は動いてます。はい、ということで、うちではね、こんな感じで亀さんと一緒に使ってみようと思います。場所ね、調整してこんな感じで使えそうです。まぶしい。ちゃんとね、露材もギリギリ水に使ってますね。このフィルターだとね、配線レスなんで、例えばザリガニとか結構登るじゃないですか。登る場所がないんでいいかもしれないですね。ほら、亀さんも来てる。多分皆さん気になってるであろう、この魚挟まらないか事件は起きなさそうですね。めちゃめちゃぴったりです。ここの隙間もね、このぐらいかな。これもうちょっと詰められんのかな。でもほぼほぼ隙間ないんじゃないかな、これ。多分皆さんエーハイムとかそういうのつけてると思うんですけど、一応ね、こうやって斜めにつければ共存はできますね。しばらくバクテリアの関係で一緒に稼働かな。はい、ということで、いかがでしたでしょうか。ジェックスさんの新商品、アクアリスタグラス、グラスなんだっけグラスカスタム、グラスカスタム600、結構いいよ。だってほら、全然目立たないもん。上のガラス部分とかボコボコしてないから掃除とかもしやすそうだし、ただね、リングロ材は白いから結構目立つんですけども、汚れとかもすぐ見やすくていいんじゃないかなって感じがしました。今のところ悪いとこないかな。なんか言おうかなって思ったんですけど、今んとこないかな。多分ね、うちのこの小亀さんとも、あ、消灯時間やうちのね、亀さんとも共存できそうな感じもしますし、事故もなさそう、水漏れもなさそう。しばらく使ってみてどうなるかって感じですね。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。バイバイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。